成22年12月13日月曜日、総理大臣官邸で第3回となる新しい公共推進会議を開催しました。14日火曜日、総理大臣官邸で第16回となる犯罪対策閣僚会議を開催し、再犯防止対策等について話し合われました。その後、硫黄島における戦没者の遺骨の収容状況を視察するため、東京都小笠原村の硫黄島を訪問しました。米国資料で埋葬地とされた自衛隊の滑走路西側とすり鉢山山麓を訪れ、遺骨収容作業や収容状況の報告を受けた後、硫黄島戦没者追悼式に参列しました。激戦から65年の歳月が過ぎましたが、1万3000馬車のご遺骨は未だ故郷に帰ることなく、この地に眠っておられます。本日、火山灰の混じる土を手で掘り起こし、帰還を待つ方々を探し求めるうちに、尊い命を賭して祖国を守ろうと硫黄島で奮闘された英霊に思いをいたし、この国の平和と繁栄をしっかり築いていかなければなりません。このことを改めて胸に刻み、努めてまいります。総理大臣官邸に戻り、日本経済団体連合会の米倉博正会長、日本商工会議所の岡村忠会頭による表敬を受けました。15日水曜日、総理大臣官邸で雇用戦略対話の第6回会合を開催し、労働産業関係者、有識者及び政府関係者の間で雇用戦略基本方針2011について合意しました。16日木曜日、総理大臣官邸で第9回となる地域主権戦略会議を開催し、補助金などの一括交付金化等について話し合われました。続いて第6回となる国と地方の協議に出席し、地域主権改革等について意見交換を行いました。その後、国際原子力機関 IAEA の天野幸也事務局長による表敬を受けました。午後には予算編成に関する閣僚委員会を開催し、予算編成に関する基本方針が了承されました。新成長戦略に基づく成長と雇用、また子育て支援など生活が第一としたその精神を引き継ぎながら、さらにはデフレの脱却、こういったことを実現するための予算になろうと思います。さらに加えて言えば、一括交付金など国の形を地域主権に変えていくということも大きくこの中に盛り込まれていくことになります。まだまだ大変な状況ではありますけれども、少なくとも第一歩という位置づけの中で、しっかりとそれも実現をしていただきたい。その後、平成22年度第24回税制調査会に出席し、野田税制調査会会長から平成23年度税制改正に関する答申の趣向を受けました。17日金曜日、総理大臣官邸で第37回となる男女共同参画会議に出席し、
勝間議員から第3次男女共同参画基本計画に関する答申の趣向を受けました。午後、沖縄県を訪問しました。那覇市に到着した菅総理は那覇空港新貨物ターミナルビルを視察した後、沖縄県庁で中居間博一沖縄県知事と面会しました。その後、駐留軍用地返還跡地を視察しました。続いて、うるま市の沖縄 IT 診療パークを視察しました。18日土曜日、ヘリコプターで普天間飛行場や辺野古沖などを上空から視察しました。続いて、普天間飛行場を訪れ、在日沖縄米軍のテリー・ロブリング沖縄地域調整官から外交説明を受けました。一連の視察を終え、菅総理は記者会見を行いました。今回の訪問は2つのことを目的として、あるいは目標としてやってまいりました。一つは、沖縄について総理として私がどんなふうに考えているのか、そのことを、知事はもとよりでありますけれども、特に沖縄の県民の皆さんに私の考え方を伝えたいというのが一つの大きな目的であります。そしてもう一つは、沖縄の現状を改めて、基地の問題、また沖縄振興の観点からしっかりとこの目で見たい、この2つの目的でお邪魔をさせていただきました。まだまだいろいろな意見の違いやいろいろな見方の違いはありますけれども、丁寧にしっかりと議論を積み重ね、あるいは議論を進めていくことができる、そういう訪問になったと、することができたと、このような感想を持っております。